アニョハセヨー、こんにちは、エモトタスクです。今回は、韓国で、僕が主演を務めさせていただきました君の鳥は歌えるが公開になるということで、非常に嬉しく思っております。この作品は僕は三宅翔監督から映画を一緒に作りませんかと言われて、そこから紆余曲折あり、出来上がるまでに3年ぐらいの期間がかかっていて、僕としても、非常に宝物のような映画になっております。この作品、映画を見ているうちにいつの間にか自分が映画の中にいるんじゃないかというふうな気にさせられますが、そんな時はそのまま身を任せていただければ非常に爽やかで気持ちいい気持ちを味わっていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひこぞって映画館に行っていただければ幸いです。よろしくお願いします。アニョハセヨ、こんにちは、石橋静香です。私は君の鳥は歌えるという映画で、幸子という役を演じました。一番好きな場面はやっぱりクラブシーンです。クラブシーンは実際に、ラッパーのおむすびさんと、ハイスペックさんがライブをしてくれて、生音で、の中踊ったり騒いだりしたところが映ってるんですけど、でも今回は、三宅監督が本当の音でリアルにやってやりたいっていうことで、実際の音の中でやることができたんで、本当にいいクラブシーンになっていて、この撮影をしてる時もこの映画を見た時も本当に切なというか、時間は過ぎていってしまう切なさをすごく感じたんですけど、青春時代は終わってしまうから青春という言葉があると思うので、今その時間を過ごしている人たちは楽しいこともあるし暗いこともあるかもしれないけど、今自分がいる場所、一緒にいる人たちとを大切に過ごしてほしいなと思います。今回4月16日から君の鳥を歌えるが公開になります。本当に行きたかったのですが、ちょっと今回は行くことができなくてとっても残念です。でも、きっと韓国の皆様も好きになってくれるんじゃないかなと思うので、こう映画の中のハチコとか、その映画の中の時間を楽しんでもらえたらいいなと思います。カムサハムニダー。皆さんこんにちは、染谷翔太と申します。君の鳥は歌えるが公開なり、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。私は静雄という役を演じました。男2人、女の子1人、その3人が繰り広げる、青春劇なんですけども、日本の北海道という場所で撮影しました。とてもその現場は素敵な空気が流れており、三宅監督が作る素敵な現場なので、本当に心から、時間を楽しむ、一生懸命楽しむ、そういう日々を過ごしていました。ぜひ皆さんも劇場に来て、この3人と一緒に時間を共有し楽しみ、そして3人の行く末を見守ってくれたらと思います。4月16日に公開です。ぜひよろしくお願いします。アニョハセヨ、ナネウミヤケショイムリダ。皆さんこんにちは、三宅翔と申します。今回君の鳥は歌えるが、韓国で劇場公開となりました。君の鳥は歌えるは、3人の若い俳優をメインにした物語です。本当に素晴らしい俳優たちと一緒に仕事することができました。彼らの魅力を十分に楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。4月16日から公開です。春に映画館で見るにはふさわしい映画だと思います。ぜひ皆さん劇場へお越しください。じゃあそこでバイバイ。